か？この間のキノコ騒ぎの時、さすがにあれだけ聞かれちゃったから、あなたには話しておきたいの。心配しなくても、トトリ先生には内緒にしておきますから。そうじゃなくて、実は協力してほしいことがあるのよ。私、アーランドにいた頃、なんだかんだ言ってトトリにはお世話になってる部分も、まあ、あったりなかったりするのよね。それで、その時のお礼、いえ、借りは返しておかないと落ち着かないのよね。まあそんな、じれったい言い方しなくてもいいのに。私全部わかってるんですよ。先生とお話ししたいんですよね。うるさい！とにかく、そういうことなのよ。じゃあ今度、私とミミさんとトトリ先生の3人でお出かけするってことで。あなたが間に入れば自然でしょ。私は護衛目的で、トトリには材料のことを教えてほしいとかなんとかで。そういうことなら任せてください。バッチリ用意してあげますね。あまり大げさにしないでよね。あくまで自然にさりげない感じで。わかってますって。そうだ、どこか行きたい場所とかないんですか？そうね、高原とかいいんじゃないかしら。あなたはどう思う？いいですね。とっても景色がいい秘密の場所があるんです。そこだったらきっと落ち着いてお話ができると思いますよ。細かいことはあなたの方が詳しいだろうから任せるわ。いい？念を押すようだけれど、あくまで自然にさりげなくですよね。そこに案内したら私は離れるようにしますから、安心してゆっくりお話ししてください。そこまで気を使ってくれなくてもいいんだけど。でもありがとうね。トトリ先生にも喜んでもらいたいですし。先生か。ねえ、今日はトトリアトリエにいるの？いるはずですよ。きっと私たちが帰ってくるのを首を長くして待ってます。早く帰って、今日は先生と一緒にご飯食べましょうよ。そうね、メニューはキノコ以外でお願いするわ。それじゃあ、どこに行こうか。